ヒロシ・ハヤシ will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about a man from Mars.Its proof and evidence. 超党人間。彼らは火星から来ていた。その証拠と証明。超党人間。別名コンヘッド、あるいはエロンゲイテッド・スカルトとも言われています。 まず皆さんに知っておいていただきたいことは火星というのは第6番目の惑星だということですエイリアンたちは地球の惑星を外側から数えていました一番外側が冥王星ですねそして続いて海王星天王星土星木星と続いて6番目に火星がやってきますですから第6番目の惑星というのは 多星ということになります。ついでながら、金星は第8番目の惑星ということになります。では、超等人間の話に戻ります。全世界で、こうした超頭頭蓋骨が数百個以上見つかっています。頭を縛ってこのようになったという説は、もう通用しませんね。 で、これら超等人間はどこから来たか私は数々の状況証拠を重ね「火星から来た」というふうに結論つけていましたがあくまでも状況証拠ですが今日物的証拠が出ましたので皆さんに報告しますゼカリア・シッチンの書いた本の中にその図がありました おそらくゼカリア・シッチンも気がついていなかったものと思われます。これらの本は、友人から送っていただいたものです。その中の一冊にその絵がありました。これがその本です。人類を創生した宇宙人。このページにその絵がありました。この赤いところに注意してください。 この絵は何かと言いますと、第6番目の惑星として火星が描かれているというのです。左がそうですね。いわゆる6方向の光線の描いた星が描いてあります。それについて、ゼカレ・シッチンは次のように説明しています。6番目の惑星として火星を描写している。ここが重要なんですね。 そのシンボル、いわゆる火星のシンボルとして、まあ、6つの星の下の王座に座っている絵が描かれていると。そしてここに太陽、月、そしてよくそれを横切る惑星などが描かれていると。で、プラスというのは十字形は、いわゆる第十二惑星のシンボルだというのです。まあ、それについてはちょっと考えておきますけども、太陽、そして右に月、そして左に火星が描かれています。左の星が火星というわけです。そして、 この両側に人が立っていますね。何をしているのでしょうかそれは最後に皆さんに話します。ともかくもこの人の頭を見てください。異様に頭がない長いですね。そしてここにいる人は第、まあ、6番目の惑星から来たということになります。つまり火星ということになります。で、右の方に世界で見つかっているいわゆる超等人間の頭蓋骨を 皆さんに見てていいいただいています。この頭と比べてみてください。これでビンゴですね。そしてこの超党人間は火星から来ているというふうに示しているわけです。じゃあ両側の人は何かということになりますよね。両側の人は何をしていると思いますか、まあ、こうした調査ではですね、一見無駄な調査でも あとあと役に立つものです。以前、エイリアンの手話について調べました。そこで私は、この手話に見覚えがありました。そうなんです。エジプトの壁画なんです。手を見てください。同じように両手をかざして相手に向けてますね。つまり、挨拶をしているのです。挨拶をしているんですよ。で、言いました。Hi, nice to meet you! お会いできうれしいですわってねそのように話していますということはこの左の上立っている図の火星人の両側に立っているのはまあ人間もしくはそれに類する神々だったと思われますそして中央の火星人に挨拶をしていますこれが物的証拠ですねこれでこの超等人間は火星から来たということが裏付けられました私が今まで状況証拠として挙げてきた説がこれで物的証拠とともに 裏付けられたことになります。超等人間は火星から来ていました。ビンゴですね。この頭の長い、特に縦長超等人間は火星から来たいわゆる、まあ、居残り、まあ、生き残り組ですね。そして地球残留組ということになります。ということで火星から人の来た人の動画を終わります。バイ。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about my Hiroshi Hayashi's line theory with which you can get out of the labyrinth of ancient mysteries of the world. Or I'm afraid you will stay in there in the labyrinth as ever before. The important thing is just to be brave to see the fact and accept them as they are. Or, it is more important to even a unified theory out of this fact for the better life of human beings in the future, as well as for the better understanding of our ancestors. It's my pleasure to show you my Hiroshi Hayashi's line theory here in this video, through which you can get out the labyrinth of mysteries, since I believe only truth will set you free. 林博しのライン理論を紹介します。このライン理論を使えば、今まで解けなかった古代の謎を解くことができます。そればかりではありません。私たちが神々と呼んできたエイリアンの存在を証明することができます。が、その前に大切なことは、まずそこにある事実に気がつくことではないでしょうか。まず事実に気がつく。すべてはそこから始まります。そして、 なぜ、どうしてと、その疑問を自分自身にぶつけてみる。もちろん、ただの偶然ということもあります。そのようになったのはただの偶然と。しかし、その偶然も3つ、4つと重なってくると、そのように片付けてしまうのが苦しくなってきます。さらに、5つ、6つと重なってくると、どうでしょうか。あなたも多分、偶然ではないぞ、と思うようになるかもしれません。 実は私がそうでした。私も当初はただ単なる偶然と思っていました。が、ここにも書いたように、その偶然が5つ、6つ、さらには7つ、8つと重なってくると、もうそのように思えなくなりました。が、この段階では、まだ不思議という話で終わってしまいます。不思議だ、不思議だとです。もっともこのレベルの話になると、それこそ5万とあります。 何々を発見した不思議だ何々を発見した不思議だとです。が、不思議だを繰り返していると、謎の迷路の中に入り込むだけです。まさに謎の袋工事です。大抵の人はこの段階で考えるのをやめてしまいます。この日本では、こうした問題をそのまま取り上げると、そのまま変人ということになってしまいます。今朝、 10月28日も私はある方から辛辣なコメントをもらいました。それには言葉の限り私を罵倒し最後にこのオカルト野郎と結んでありました。もっともそうした批判は当初より届いていましたので今さらどうこうということはありません。これからもそういった人たちからの攻撃というよりは抵抗が続くものと覚悟しています。で私はその方に こう返事を書きました。どうか短期を起こさないでくださいね。もし私が5年前のままの私だったら今の林宏の動画を見たらあなた様と同じように思うでしょう。つまりあなた様のお気持ちはよくわかります。よく理解できます。が大切なことはそこにある事実をまず冷静に見ることではないでしょうか。 そしてその事実に気がついたら自分で考え分析しそしてその向こうにあるつまりその謎をつなぐ理論を組み立てることではないでしょうか後で林博士の LINE 理論についてのビデオを編集しておきますのでどうかご覧になってくださいその上で私林博士があなた様の持っておられるような人間かどうか判断してくださいねと大切なのはここで言いましたように まず考え、それを統一し、その向こうにある理論を組み立てることです。不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だ、だけを繰り返していたのでは、謎の迷路の中で堂々巡りするだけです。ということで、ここで改めて私の林博史のライン理論を取り上げてみました。言うなれば、私の謎解きの中でも、初歩の、そのまた初歩ということになります。で、 今、早送りでご覧いただいている動画はナンバー1950です。ちょうど1ヶ月前の2015年9月30日に発表したものです。このビデオはこの後につなげておきますから、ゆっくりご覧くださる方はど,どうかそちらでご覧ください。話を戻します。と言っても、私が LINE 理論に気がついたのはもう3年ほど前になります。それまではおかしいおかしいというレベルでした。 例えば当時、何かのテレビ番組で誰かがこう言っていました。ナスカはイースター島とギザのピラミッドを結んだ線の新直線下にある。と。その時も私はこう思いました。ただの偶然。と。で、イースター島からナスカへ、そしてギザからナスカへ、それぞれ一本の線を引いてみました。で、その二本の線は当然のことながらナスカで重なります。が、それだけではありませんでした。 イースター島とギザの双方を示す滑走路が見つかっていたのです。しかも、他の滑走路と違い、その滑走路はその双方に向かってラッパのように開いていたのです。つまり、一本の滑走路がイースター島とギザの方向両方を示す滑走路になっていたのです。その滑走路については、後で移動・経度を示しておきますので、皆さん自身でご確認ください。さらにあります。 ティオティワカンという巨大遺跡が残っています。そのティオティワカンには一本の山道が走っています。その山道は正確にモヘンジュダロの廃墟を方向を示しています。こういう時はモヘンジュダロから反対にティオティワカンに線を引いてみるとそれがわかります。私は廃墟となった塔の頂点をいつも使っています。その モヘンジョダロの頂,の頂点からですね、ティオティワカンに線を引いてみてください。その線は正確に寸部たがわず、ティオティワカンの参道と重なります。が、ここからが大変興味深いですよ。ティオティワカンの参道は死者の大通りと呼ばれています。一方、モヘンジョダロというのはですね、死の丘という意味です。ティオティワカンとモヘンジョダロが 死という言葉でつながっているのです。死者の大通りと死の丘です。これはただ単なる偶然かもしれません。が、偶然以上の偶然ですね。あるいはひょっとしたら、ティオティ和ンは何らかの形で廃墟となった模ンジョダロと関わりを持っていたのかもしれません。さらに謎が続きます。その前に改めて注意しておきたいことがあります。私の林博の林ライン理論では 線と角度が重要です。あるいは位置です。長さ、つまり距離はほとんど問題にしていません。一年ほど前でしたか、どこかのテレビ局が暗に私のライン理論を揶揄しながら、楽しい方がいらっしゃいますね、と笑いながら批判していました。その時は、ギザからナスカ、ギザからティオティワカンへの距離が同じということを取り上げていました。 確かに、1、2度そういったことを動画の中で取り上げたことはあります。が、1、2度だけです。それ以後は、ほとんど長さ、距離については取り上げたことがありません。言うまでもなく、彼ら、私たちが神々と呼ぶエイリアンは、距離など問題にしなくても良い乗り物に乗っているからです。話が飛びましたが大切なと、大切なのは線と角度、そして位置です。例えば、モヘンジュダロから、ゲザー、 モヘンジュダロからティオティワカンを線でつなぐとその間の角度は正確に60.00になりますこの後直後に見せますビデオの中ではポプ,プカティ・ペティからですねモヘンジュダロそしてモヘンジュダロからティオギザというふうにつないでいますのでやや角度が違いますさらに後で紹介しますがウェストポールからティオティワカンに線で と線をつなぐとですねモヘンジュダルはその線に対してほぼ90度になっていますギザは60度の位置にあります共にエラーは1度以内ですつまりこうして事実が積み重なってきました言い換えるとこうなってくるともう偶然という言葉だけではですね片付けられなくな,りなってきましたでそうした過程から私の林博史のライ院理論が生まれましたそれをこうして皆さんに 改めて紹介できることを大変嬉しく思います。では、説明します。まず、5つの地点を選びます。イースター島です。イースター島はですね、この中心部に点を取ります。で、ギザは上から2番目のナンバーツーピラミッドに点を取ります。対角線を引いて点を取ってください。そして、これがモヘンジョダロですけども、廃墟となった塔の中心に点を取ります。そして、これがポポカティ・ピティですね、ティオディワンの隣にあります。 この噴火口から取ります。で、ナスカはですね、グランドクロスの交点からに点を取ります。この、まあ、グランドクロスといいますかね、大十字架がありますが、その中心に点を取るということですね。で、ラインをそれぞれ引いてみます。まず、イースター島からですね、えー、ギザに向かって線を引きます。その真直線下にナスカがあります。そして、この線がですね、赤道と交わるところをウェストポールな、なわち西極点とします。 で、ここからトゥーティオティワカンに線を引きます。で、トゥーティオティワカンと左でイースター島と線をつなぎます。ナスカは先ほど言いましたように、新直線下にあります。で、今度はトゥーティオティワカンとですね、モヘン・チュタロと線でつなぎます。トゥーティオティワカンはいつもあの、まあ、月のピラミッドですね、三道の付けたりにある上に点を取っています。で、トゥーティオティワカンと、今度はギザのピラミッドを線で繋いでみます。 こうして、まあ一応基本的なラインができます。まあ全体を含めて私はルート1と呼んでいます。で、検証してみますと、まあ角度を調べていくわけですね。そうしますと、まあこうした綺麗な、まあ、図形が出来上がるわけですけども、えー、まあ上からですね、あの、模片中泥、そして右に来て、 ギザとなるんですけども今回はですねあのいつもティオティワカンから結んでますけども、ポポカティピティからつないでみました。ティオティワカンからつなぎますと、さらにエラーが少なくなりますけども、まあこの黄色い線が一直線並んでいるということですね。ほぼ一直線ですね。あのイースタート、ティオティワカン、モヘンジョダロほぼ一直線です。でこれこれがティオティワカンのサウンドですけど、まっすぐモヘンジョダ方を向いているということですね。そして まあ今度はこの角度を見ますと、このギザを中心にしてみますと、ここが44.02ですけども、まあ、40、あのですね、で、あの、ここで注意したいことはですね、あの、ナンバーワンとナンバーツーのピラミッドの対角線、あのいわゆる頂点をつなぐんですね、それに対して、今の線は正確に90.0になっています。なナン,ナ,ンナンバーワンとナンバーツリーのピラミッドで、キューティワーカーの方向を示していることになります。 で、モヘンジョダロは60度になりますけど、バック135度で、えー、モヘンジョダロに向かいます。こうした、まあ、極めてきちんとした数字で表現されているということですね。で、今度はインスタートから見てみますと、60度で、えー、あのー、ギザに向かっているということですね。そして、ここが絶妙なんですけども、モヘンジョダロから見ますと、ティオーティアカンは正確に60.00です。で、ポポカティピティはややランが出まして、えー、50、60弱な、え、なりますね。えー、 ティオティ和ンは60.00です。で、このティオティ和ンの、これはあの、モヘンジョドロからティオティ和ン、それからモヘンジョドロからウィザに引いた線ですけども、60.00という数字が出てくるわけですね。まあ、こういうふうにこう、偶然とは言えない数字で、まあ、この地球が、まあ、設計されているということですよね。わかりつけば。で、ここの角度はあの、 こういった角度で、きちんとした角度では出てきませんでした。でそういう意味では、ナスカは、まあ、出発点ではあったけども、起点ではなかったというふうに私は判断しています。が、しかしですね、このグランドクロスのナスカのこのグランドクロスですね、この縦線はポブカティ、ポポカティペティーザの方を正確に示しています。ややエラーでますか見た目にわかりませんけども、ティオティワカの方を示していると考えても間違いありません。同じこの縦線をですね、えー、最も大きな太、太くて長い、まあ、えー 線はですねポポカティペティ座の方を示しているということですね。さらに驚くべきことに、えー、ここに1本の滑走路が見えます。ちょっと見にくいんで、あの中部らご覧ください。ここにありますね。この滑走路はですね、右へ行けばギザ、左へ行けばイースタートを示しています、まああの。ご自身で確認なさるといいです。両方から線を引いてみられるといいですね。この、えー、座標のところに。で、この滑走路の下側を通っていってくださいね。右,右の下側を通っていきますと、進直線でイースタートの方を向いています。 このようにですね、ナスカも、まあ、あのライン理論と深く絡んでいるということですね。で、こうして、まあ、ライン理論が、まあ、この基本中ですけど、こうしたライン理論を基礎にして、まあ、組み上げられていく、まあ、組み上げていったのが、私の林弘氏のえライン理論ということになります。少し長い動画になりますが、よろしかったらご覧になってください。それでは皆さん、バイフォーナー。